バラがめっちゃすごい。これ本物ですかね。ちょっと鼻が効かない。本物っぽそうですね。発音フォンテーヌブリューでしたっけ。フォンテーヌブリューみたいなちょっとわかんないんですけど、中に行っていきたいと思います。値段だ。カクテル、カクテルが20ドルだったら OK。 行ってきました。いくらでしょう。18から20でしたということで私でも行けます。もうこれまたおしゃれなバーガー。これあれですかね、スポーツベッドできるとか。が大画面で見れてギャンブルできそうです多分美味しい食事も一緒に食べれる。ここもきっとギャンブルできるんじゃないですか。右側の、そうなのに値段気にかされてちょっと最悪なんですけど、怒ってます。やっぱりこれあのマークですよ。でもバーテンダーもめっちゃかっこよかったです。なんかここに働いてる人たちみんなかっこいい人とか綺麗な人が多い気がします。なんだこれは。あ、でも工事中っぽそう。クロムハーツですか。あ、でもディスプレイしかない。
General Manager Moon. Thank you. Wages, you know, 100, 3, 6, 9, 1,000 per spin. So, $100 スロットって押してたらお金が消えたイメージあるんですけど。2回回るみたいなので行ってみましょう。2回着きました。めっちゃ可愛い。なんか1回は青のイメージでしたけど、2回はちょっとピンクっぽいお店だ。からやってきてる。なんか一番混んでそうなとこ来ました。マイアミスライス。ワインもボトルで買えたり。でも1枚8ドル9ドルだから、アメリカのビバは1枚が大きいですからね。全然余裕です。お腹いっぱいになります。なんかこのマーク有名なお店でしたっけ。見たことある気がする。このムードコートなら全然誰でも楽しめそう。いい雰囲気で。あそこのステーキ屋さん気になる。
ってずっとハッピーステイ。This is how you bring out a $1,000 Wagyu tomahawk. ステーキ屋さんですね。ここにもまたキャビアが220ドル、ドライエイジのボーンインリバイ22オンスで110ドルです。私には分かりません、いいのか悪いのか。和牛もあります。鮭リバーファームズアメリカン、ニューヨークストリップ8オンス100ドル、スネークのスネークリバーファーム、ジャパニーズコーターローズタクン和牛オリーブ香川、コーターローさん300ドルします。はい、以上。なんかさっきまでうにょうにょ動いてたんですけど、あ、動いた。海を表現してるらしいですね。シーホテルフォンテーブリュー行ってきました。結構すごい広くて、でもなんかごちゃごちゃしてないので自分がどこ歩いてるか分かりやすくて結構歩きやすいし、高級店も多いんですけど上のフードコートで手軽なお手軽なお値段で食べれるお店もたくさんあったのでおすすめです。